的にも27歳、今です、はい、まあ、そのキャリアも重ねてきたと思うんですけど、はい、年齢についてはどのように捉えてますか？あんまり考えてないですね。結構もう考えないようにして、うん、まあ、27って言っても若いじゃないですか。そう思います。ですよね、うん、いや僕30だから、ね、そう27は若いですから、うん、まあ、ただこう成長はスローなのかなっていうところは感じる部分はあるので、まあ、勢いとか伸びしろというか、うん、成長のスピードっていうのは、うん、今下の世代、うん、羽生選手だったり、はい、どんどんこう若い世代も盛り上がってますけど、はい、それは先輩としてどう捉えてるんですか？嬉しいですね。嬉しいんだ、はい、大変ですけどね。選手としてはすごい大変ですけど、うん、まあ、その男子スケーターとしてはそうやって海外で活躍できる選手がどんどん増えてきてくれることはやっぱり日本の層も上がってくると思いますし、うん、レベルもそういあの、まあ、それでまた応援してくれてるくれる人がたくさん増えてくれるかもしれないし、男子も強いんだよっていうところもアピールできると思うし、うん、一選手としてはどうなんですか？ちょっとやっぱりきついです。正直きついです。結構、まあ、層が厚いっていうのはつまりそういうことですか？そうですね。もう3枠じゃ足りないなみたいな、5枠ぐらい欲しいなみたいな、そしたらちょっと気が楽なんですけど。